選抜メンバーがいがみ合っているというのは本当か？答えろ。本当かと聞いているのだ。あるか、本当なのか。見ればわかるとしか答えようがありません。仕方がない。ならばグループ同士で対抗戦というのはどうだ。そして勝った側に負けた側が従えばいい。私たちが勝ったら馴れ合いはご法度。それならやってもいい。じゃあひばりたちが勝ったらみんな仲良くするんだね。死んじゃうものは黙ってろ。でも対抗戦望むところだよ。私があんたをギッタギタにしてやる。はるか、どうする？はるか、少し話がある。え、はい。みんなは席を外してくれ。はるか、変わったな。ひばりが来てから、いや3年生になった頃からか。
昔のお前だったら私の教えた力で解決したはずだ。子供の火遊びは感心しない。少し話がある。私は鈴音。学校で教師をしている。それでどうする？やっぱり家を燃やすか。え、両親を殺して嫌な家を燃やせばお前の心は救われるのか。
私なら救うことができる。お前が両親を操ればいい。それでどうする？傀儡の術なら使いません。仮に穂村ちゃんたちを操れたとしても、それで解決だとは思いませんし。どうして？それは対抗戦で戦えばはっきりすると思います。成長したな。私の相手はホムラちゃんね。この間のリベンジをさせてもらうわよ。ふん、1対1の戦いでは仲間など役には立つまい。そんなことはないわ。手助けはしてくれなくても心を支えてくれる、それが仲間よ。そんな支えがなくても強い者は強い。鍛え上げた力と技こそが支えとなるんだ。だったら戦ってはっきりさせるまでね。望むところだ。ちょっと待って、どうせ戦うのなら、ホムラちゃん、あなたの小舞台も一緒に相手をしてあげるわ。なんだと？勝負は1対1のはずだ。ただ1対1で勝つだけじゃホムラちゃんは仲間の大切さを理解しないでしょ。だからといって一人対多数じゃ勝負にならん。一人対多数じゃないわよ。だって私の心の中には仲間がいるから。一人で戦うことで仲間の大切さを証明しようというのか。いいだろう、そこまで言うのなら、その条件で相手をしてやる。
忍び転身。いや、まだだ。まだ私は戦えるぞ。ちょっと待って、ホムラちゃん、どれだけタフなのよ。来い、ハルカ。決着はどちらかが動けなくなるまでだ。もういい、もういいわ。ホムラちゃんの強さはよくわかった。このまま戦いを続ければ
そのうち私は負けるわ。スタミナ、打たれ強さ、精神力、ホムラちゃんの総合力にはかなわない。やっぱり選抜メンバー最強はホムラちゃんよ。仲間なんか関係ない強さってあるのね。いや、私が押されたのは事実だ。仲間の存在で精神力が増すのは確からしい。はるかの言葉は一理ある。だったらこうしない？強さも大事、仲間も大事、両方大事ってことで。そうだな、それでいい。よかった。それじゃこれで仲直りね。ちょっと危なかったかしら。いいこと思いついたわ。